しいって普通に思っちゃいました。なんかかっこいいですね。まあ、屏風と刀のエリアはすごく圧巻でした。本当にもう刀のエリアとかも入った瞬間すごい鳥肌立って、ライティングの怪しさとかもそうだし、その美しさと危うさといいますか、すごく魅了されたなっていうのと、あとあの少林図屏風が、まあ、基本的には黒しか使ってないわけですけど、その黒の強弱だったり、その余白だったりっていう、なんか遠くから見るとすごくこう奥行きのある柔らかい絵に見えるんですけど、近くで見るとものすごい荒々しく描いてあったりとか、なんかうわすごっって思いましたね。欲しいって普通に思っちゃいました。なんか家にあったらめっちゃかっこいいなとか。いやね、本当素晴らしい作品をたくさん見させていただきましたね。やっぱなんかこういうのを見るとすごいこの黒の使い方に目が行きますよね。なんかこのお二方の存在感もすごい際立つし、なんかこうすごい濃く塗ってるところと薄く塗ってるところのグラデーションというか、それもなんかすごいおしゃれだな、かっこいいなと思いますね。飾らせてください。怒られちゃう。国宝展、本当に素晴らしい国宝たちがたくさん並んでおります。この国宝たちを見ながら、ぜひその歴史に触れてみてください。お願いします。